創造図フォルムロマヌム内での位置バシリカユリアは古代ローマのフォルムロマヌムにあった公海道。フォルムロマヌムの中央広場から見て聖なる道を挟んだ南側に隣接している。バシリカユリアは紀元前54年にガリア戦争の勝利で得た資金を元にしてカエサルが建設を始めたものである。建設用地は紀元前170年に建てられたバシリカセンプロニアを 取り壊した跡地を利用しており、施設は、紀元前46年に供用が行われ、最終的な建物の完成は、カエサルの後継者であるアウグストスの時代になってからで、ある。この施設は完成後間もなく火災で大きく、被害を受け、紀元12年に改築、拡張されている。また、再度の火災により、被害を受けたため、238年に、 第51代皇帝デオクレティアヌスにより改築が行われたことが分かっている。このバシリカは主に民事裁判所として使われ、また施設内には、食べる長屋、観光庁の事務所も今日構えていた。特別民事裁判所ケントムビリの会場としても有名で、相続問題について審理される法廷ともなっていた。ショープリニュースの所簡によれば、 新たな嫁を迎えた10日後に死去した80歳の個人が提訴者アッチやビリオラを相続人から外したのは違法であるとの訴えを審理した例が書かれている。また、ローマ市民の会合の場所としてもよく使われ、そのための部屋や店などもあったが、バシリカユリアの本来目的は裁判所の法廷としての利用であった。ポルチコの代理士ゆには88のマスメが、 はめ込まれている場所があり、市民がチェスやチェッカーのようなゲームに興ずる場所をも提供していたようだ。410年の西ゴー都族、アラリック一世によるローマ略奪でバジリカは破壊され、廃墟となっていたが、7世紀から8世紀頃に教会として建物の残存部分が利用されたようである。現在、バシリカユリアは、 周囲より1メートルほど重上げされた101メートル49メートルの長方形基礎部分が残存しており、聖なる道に面した側は階段状の基盤が残っている。建物を支えていた柱や壁は北西角に若干の壁と共に残存している円柱数本を除いて基礎部分の礎石を残すのみでほぼ全てが失われている。 バッシリカの中央の大広間は82メートル16メートルの広さで、周囲を7.5メートル幅の大理石円柱で支えられた中廊で取り囲んでいた。ありがとうございます。